もう締めポーズでしょ。お元気でしょうか。昨日の動画で服装について喋ったんですね。オーストラリア人が、まあ、どういう服着てるよとか、まあ、格好ですよね。なんでそれに関連して今日は体格について話そうと思います。イエーイ。それでですね、まず1個目に言いたいのは背が高いって話ですね。これはね、男女関わらずね、みんな基本的に背高い。俺より背低いやん、男の人あんま見たことない、ね、基本的に俺より高い。俺最低でも俺ぐらいって感じ。俺が今170、去年の4月に上がった時、去年の4月上がった時に171ちょっとぐらいだったんです。それ以上なんですよ、基本的には。でも女の人だったら、まあ、俺より低い人もいるけど、そんなに低いわけでもないからね。でもこれはね、なんじゃないみたいな人もおるし、あとね、足が長い。俺足短いんですよ、本当に。昔からね、もうなんか高校時代、中学高校でもめっちゃ座高くて、座高キングっていう自称を名乗ってたぐらい。で僕は足短いんですけど、やっぱり長く見えるっていうのもあると思うんだけど、でも本当に長い。全員が全員ってわけでもないけど、基本的に長いです。でね、体格はね、男の人はね、本当にムキムキの人多い。でも日本と違って、その筋トレ文化っていうのはボディービルディングの結構浸透してると思うんで、すごい鍛えてる人が多い。別にスポーツで。背高くて体格良くてっていうのもあるけど、普通にただ単に鍛えてる人っていうのもすごい多い。でそれだから昨日のと関連してタンクトップとか着てるんで、あーって感じだよね。ほんとね、背高くて軽かたい胸筋の人はめっちゃ多いっすね。でそれか逆にもう何にも別にそういうの興味なくてガリガリ聞こえるね。別にそういう意味じゃないですけど、人がゴロゴロいて
たけど、別にそんな人あんまりいない。運動してるんですよね。ジム